はい、こんちゃす、レトルトと申します。この度はね、ちょっと皆様をお騒がせさせてしまったということをね、申し訳なく、思っているんですけども、まあ、何があったかというと、まあ、先日ちょっとツイッターにつぶやいたんですけども、レトルト、こう、人生初、生まれて初めての入院をすることに、なってしまったんですね。まあ、入院って言っても、まあ、なんか長期入院とかではなく、そんな大事ってほど大事ではないんですが、まあ、結局3日間、病院に缶詰、病院から一歩も出ることを、許されない状態になってしまいましてですね。いや、そこのね、まあ、ことの経緯とかを、ちょっと今回話したいと思うんですけども、しかも救急車にね、乗って運ばれるっていう、救急車に乗ったことも人生初ですし、まあ、運ばれたことも人生初で、担架に乗ってね、このマンションからこう運び出されるという、とんでもない失態を犯してしまったんですけども、何日だったかな？木曜日だったのかな？まあ、木曜日普通に体調のいい日でした。体調のいい日で、まあ、普通に、まあ、実況を撮ったりとかしてたんですね。で、夜ご飯食べるぞ、つって、まあ、夜ご飯を食べたわけなんですよ。で、その日食べた夜ご飯が、まあ、お豆腐の味噌汁と、ご飯、白ご飯の上に、鮭フレークをかけて食べてたんですよ。ご飯のお供としてね。まあ、そんな感じで食べてて、まあ、これはもう超うまいみたいな感じで、最近、鮭フレークに明太子が、ちょっと入っている、まぶしてある、なんか鮭フレークみたいな瓶に詰まってるやつがすごい好きで、まあ、それを、まあ、食べてたわけですよ。そうすると、まあ、夜、まあ、9時ぐらいに食べたので、その日の3時間後ぐらいに、なんかちょっと気持ち悪いなと。なんかちょっと口の周りというか、なんか気持ち悪いなーみたいな感じで、うわ、なんかちょっとした吐き気みたいな感じで、あったんですよ。でもね、ちょっとした吐き気なんて結構あるじゃないですか、食べ過ぎた後とかに。結局吐くことはないんですよ。で、俺実際吐いたっていう記憶が、もう3年4年ぐらいなくて、まあ、といっても、もうなんかお酒とかも飲まないし、吐くっていうことがもう、そんな起こらないことだろう、みたいな、日常茶飯事じゃないんですよね。で、まあ、ちょっと気持ち悪いからトイレ行こうって言って、なんか、うってなって、ちょっと吐いたんですね。あ、珍しいな、みたいな。その時のレトルトまだ余裕ですよ。え、珍しいみたいな感じで、いや、まだ吐けるみたいな感じで、まあ、汚い話なんですけども、3回ぐらい吐いちゃったんですよ。そのトイレで。わー、怖ー怖ー怖ー、みたいな感じで、この状況何なんだろう、みたいな。まだ言うて余裕。まだレトルト余裕なんですよ。で、スマホで、ベッドに寝転びながらスマホで、もうなんだろう、これ物に当たったのかなみたいな感じで、食ったものをね、検索してみたりとか、食当たりとかで検索して、吐き気とかで検索して、俺の症状と合ってんのかなみたいな感じで、こう、検索してたらですね、なんかまだまだちょっと気持ち悪さあるなと思って、もう一回トイレ行ってみたら、また吐いたんですよ。あれって。この3年に一度も吐かなかった俺が、こんなもう連続で吐くってちょっとおかしくねって。これなんか当たったんだなーみたいな感じで、ちょっと焦り出します、ここレトルト。あれ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 って。これマジでちょっと当たってるなーみたいな感じで。でもまだ余裕です。で、トイレ出て、これもうちょっと詳しく、食当たりについて調べてみよう、みたいな感じで、食当たりの他に食中毒みたいなのもあって、まあ、食中毒はもうウイルスにかかってるっていう感じで、食当たりは腐ったものを、主に食べちゃう、みたいな感じで、結構違うわけなんですよ。で、まあ、さすがになんかウイルスのついたような生物みたいな、なんかレバーとかね、焼肉行ったわけとかではないですので、そんなんじゃないやろうと思って、あ、じゃあこれは食当たりかなと思って、まあ、食当たりについて調べたらまた吐き気が来て。で、なんかね、やっぱ吐くことってすごい体力使うんですよ。で、今度トイレ、次出た瞬間、ちょっと余裕がなくなってきて、あれこれおかしいな、みたいな。なんかちょっと、なんかトイレの前で待機するっていう状態、ベッドに戻ると間に合わなくなる可能性あるな、みたいな感じで、え、これやばくねって思いながら、軽く頭の中に救急車がちょっとよぎったんですけど、まあ、救急車ってそう簡単になんか呼ぶのって、
呼びたくないじゃないですか。ちょっと大ごとになっちゃう感も、自分の中で大ごとになるのを認めたくないっていうのもあるし、で、しかも、なんだろう。ね、なんか、そんなことで救急車呼んだの?みたいな。大したことないよ、みたいなことをお医者さんになんか思われるのも嫌だし、みたいな感じで思ってたんですけど、そう思ってたらまた吐き気が来て、で、また吐いて、これ、おかしいって。明らかにおかしいって。でも食あたりで救急車呼んでいいものなの?みたいな感じで、あのなんか救急車を呼んでいいかどうかの判断みたいなことができる、電話みたいなのがあるわけですよ。で、そこに電話してみて、これこれこういう状況なんですけど、大丈夫でしょうか?みたいな感じで聞いてみて、まあなんか、結局その電話は、まあ、これ以上しんどいようなら電話してくださいみたいな。やばいですか?今すぐおつなぎしましょうか?みたいな感じだったんですけど、まあなんか絶対呼んでくださいとも言われなかったから、まだ大丈夫かなみたいな感じで切った後にまたもう吐き気が来て、でも計15回ぐらい吐いてるわけですよ。で、あのね、どんどん吐いていくと体の水分が抜けてって、もう吐くものもないみたいな状態で、多分、まあ後々に分かったんですけど、俺この時に脱水症状になっちゃったわけですよ。で、もう目もね、目もこう、なんて言うんだろう。あの、焦点が合わない感じになってきて、なんか周りもあんま見えなくなってきて、水分が抜けて、ものすごい危ない状態。で、これはまずいってなって、そこで、まあ、初めて入ってから4時間後ぐらいかな?そんぐらい結構経ったと思うんですけど、まあ深夜1時ぐらい、まあ詳しい時間は覚えてないですけど、に、まあ救急車呼んで、自分の住所をなんとか言って、で、救急隊の人が来て、今どういう状況ですかって血圧とか測ったりとか、まあ熱測ったりとか、まあ、まあ口頭で話し合ったりとか、でも吐きそうなんでちょっと袋持って行かせてくださいみたいな感じで、ね、でちょっと、周りのね、パッと持っていけるような手荷物を持って、レトルト搬送されるわけですよ。で、下の救急車、救急車が、止まってるところまで運ばれて、そっから、まあ、近くの病院に運ばれて、しまうと。で、その夜の中、まあ、食あたりなんですよ、みたいな感じで、まあ、採血取ったりとかしたんですけど、その採血って、まあ、血をね、取って調べるっていうことなんですけど、血管が浮き出てるところに、注射を打つわけですよ。で、この注射の場所間違える血管のところに打たないと採血できないので、その、血管をね、なんか、締めたりとか、なんか腕を締めたりとかして浮き上がらせて、血管の場所をね、調べて、で、注射を打つっていう行動をしたかったんですけど、お医者さんが、看護師さんかがしたかったんですけど、脱水症状になっちゃうと、全然なんかね、血管が出ないんですよ。脱水の症状のそれ、一つの症状らしいんですけど、全然出なくて、で、なんかね、まず腕でやろうとして出なくて、あー、左腕ダメですね、右もダメですね、みたいな感じで、何回か注射打たれてるんですけど、失敗してるんですよ。で、その時点で、申し訳ないなーって気持ちと、ちょっと頼むよ、みたいな気持ち。もう、俺が悪いんですけど、脱水症状になっちゃった。水分がないとそう。で、そしたらなんかね、太ももの付け根、もう股の近くら辺で、血管がまだ、なんか浮き上がりやすいのかな多分。で、注射打とうとして、でもそれでもなんかね、結果がないらしいですけど、でもさすがにまずいから、もう、ちょっと打ってみますね、つって打って、そこがもう人生で、最もの注射の痛さだったんですよ。なんか奥までキュイーンみたいな感じの、いったーと思いながら耐えて、あーダメですねって言われて、マジかこいつって思いながらも、ちょっと申し訳ないさもありつつ、で、反対側の、なんだろう、太ももの付け根に注射を、打ってもらって、そこはなんとか入って、激痛に、まあ3回ぐらい耐えて、なんとか入りまして、で、まあそっからまあ看護婦さんとか、看護師さんとか、お医者さんが相談してるわけですよ。で、まあ、なんだろう、このまま帰らさせられても、なんかさ、薬もらう感じに、ね、帰らせられてもさ、ちょっとしんどいの残りそうだなと思って、俺せめて点滴ぐらい打ってほしいなみたいな、
点滴打ったら元気になるみたいな、よく聞くじゃないですか。体、まあ、水分抜けてるわけだから、点滴で栄養と水入れてもらって、まあそれぐらいはしてほしいな、何もせずに帰るよりは、ってなんとなく頭の中で思ってたら、ああ、これはでもなんかかなり脱水もひどいですし、まあ腎臓の、なんか腎臓か肝臓かどっちか忘れたけど、もう結構弱ってるみたいなんで、つって、まあ入院ですかね、みたいな感じで、うわっと思って、入院って思いながら、でもなんか実況のストックも一応あるけど、まあでも次の日に帰れるかなみたいな、次の日っていうかその日の夜ぐらいには帰れるのかなみたいな、点滴3本ぐらい打って様子見ましょうみたいな感じで言われて、まあいろいろ検査して、病室に移ったんですよ。でせめて個室は取ってくれって言って個室にしてもらったんですけど、他の人いるとちょっとねしんどいみたいなとこあるんで、でそこでまあ入院が決定して、で、まあ、ずーっと点滴を右で打ってもらって、その日一日は絶食だったんですよ。で、絶食で、でもあんまお腹空いてないし、まあ、なんか水分抜け切ったっていう状態の方がしんどかったので、まあ、そのまあ、なんだろうな、夜になるまでお腹空かなかったんですけど、なんか、お医者さん3人ぐらいが来て、今後どうしますか、どうするのを決めるみたいな感じで、言ってたんですけど、もうその時に、まあ、今週末までは入院ですねって言われて、えっと思って、今週末までって言って、動画のストックまずくねみたいな感じで、まあ、すぐ動画のことを考えちゃうわけなんだけど、マジでって、一歩も帰れないのっていう感じだったんですけど、まあ、逆らえるわけはないじゃないですか、お医者さんの。でも、できるだけ早く帰りたいんですけど、みたいな。で、まあ、それに、なんで早く帰りたいかには理由があって、なんかね、ジェイソンのアップデートが、その日の次の日ぐらいに来るんじゃないかっていう噂があったんですね。噂があって、ジェイソンアップデートした日に動画上げたいじゃん。やっぱそういうのは瞬発力ってやっぱ大事なんで、ね、早く見せたいというか、早くやりたいっていうのもありますし。だからすげえ俺帰るつもりだったの。もう無理やりでも帰ってやろうみたいな感じの気持ちだったんですよね、その日は。で、次の日の、まあ昼ぐらいに、その日はもう夜に帰るの諦めたんですけど、次の日の昼ぐらいにはなんとか、まあうまいこと言って帰ろう。俺元気だから帰ろうって言おうとして、まあその次の日の朝、まあようやく薄い朝食とかが出てきて、まあ、ご飯とかも、その時には俺元気になってた、なってたんですよ、ほぼほぼ。寝すぎで体が痛いぐらいの。で、まあ、なんていうのな、菌も多分できったんでしょうね。食あたりとかで、得てしまった腐った菌とかが。で、その日の、まあ、二日目の、まあ、昼に、まあ、また先生が来て、体温とか見て、で、様子見て、あ、もう元気なんで、今日の昼ぐらいには帰りたいんですけど、って言ったら、いやーでも、昨日はご飯を食べてないわけじゃないですか。で、その時に、その、ご飯食べてないともちろん、吐いたりとか、下痢になったりとかないんですけども、その後、まあ、ご飯を食べたら、また再発する可能性というものがありまして、また再発したらまた入院しちゃうみたいな感じにもなりかねないので、やっぱ1日2日まだ様子を見た方がいいんですよ、みたいなこと言われて、まあ、ぐーの音も出ない。ぐーの音の出ない状態ですよね。あ、そうですかって。それはもうなんか何も言い返せなくて、ジェイソン諦めるか、みたいな感じで、今日多分来るんだけどな、みたいな感じなんですけど、諦めて、まあ、次の日の昼まで入院することになったって感じですね。でもそれでもまだ今日の夜帰りてえって思ってたんですけど、まあ、なんかツイッターとか見てたらジェイソンのアップデートが来なかったんですよ。来なかったと分かった瞬間、もういいや、かん。もういいやって。もうずっと動画のこと考えてるんですけど、もう大丈夫か。別にいっかってなって、体を、ちょっと、まあ、一応様子ちゃんと見て、いたわろうっていう感じになって、まあその後何の問題もなく、まあ2泊3日の入院生活が終わり、今無事退院しております。ああ、いやでも怖かったですよ、本当に。なんか言って健康な方なんですよね。まあこの前も扁桃炎にはなりましたけど、まあ言って1年に1、2度ぐらいしか
まあ、倒れることなんかないんですけど、いやまさかね、入院救急車になるまで思わなかったですね、本当に。俺生まれて初めての経験でした。まあでもやっぱ、なんだろうな、みんなに言っておきたいことは、まあ、消費期限は守った方がいいっていうことですね。原因の可能性が豆腐か鮭フレークだと思ってるんですけど、鮭フレークは賞味期限とか切れてなかったんですけど、まあ、ずっと、テーブルの上に置きっぱなしだったんですよ。食った後とか。一回瓶を開けて、ご飯に乗せて、瓶閉めて、その今に置くっていうことで置きっぱなしで、ちょっと暖かかったりしたのかな、それで腐ったりとかもあんのかなみたいな。鮭ってアニサキスっていうものもいるらしいんで、鮭フレークの中には多分いないと思うけど、まあそういうのもあんのかなみたいな感じが一つで、あと豆腐の味噌汁の中の豆腐が、賞味期限が切れてて、消費期限が確かの消費期限も切れてたのかな、消費期限は乗ってなかったのかな、わかんないですけど、確かそうだった感じはするんですけど、まあその豆腐が危なかったのかなみたいな。豆腐って結構なんか当たると結構まずいものっていう、ことがネットで書かれてたりもしたので、まあその2個のどっちかですね。この入院して、反面教師と化したレトルト、皆さんに一つ言えることは、まあ、二つぐらい言えることは、まず一つは、消費期限はもう絶対に守った方がいい。なんか、俺も普通にね、お茶とかも、なんか空いてないものであれば、別に切れても大丈夫だろうみたいな。納得立ってんじゃん、もともと。みたいな感じで、結構切れても飲んでたんですけど、飲んだり食べてたりしてたんですけど、やっぱ良くないですよね。うん、やっぱもうこんなことになるぐらいだったら、そんなとこまあ、ケチるじゃないですけど大丈夫っていう、その慢心は捨てた方がいいかなっていうことは一つ俺が言えることで、もう一つは、まあ、救急車ってやっぱちょっと呼びにくいじゃないですか。なんかね、なんかこう呼んで大ごとになるのも嫌だし、入院になったのももちろん嫌だし、まあ、なんとか家で治るんじゃないかなみたいな感じで、やっぱ救急車ってなんか呼ばなくていいレベルのもので呼んじゃって、結構迷惑かけるみたいなのをよく見るじゃん。ね、別にこんな救急車呼ばなくて自分で来いよとか、大したことなかったことで救急車呼んで、実際に危ない人を、危ないね、本当に救急車が必要な人の出動に遅れちゃうみたいなさ、そういうのをたまに見たりしてるんで、ちょっと呼びにくいみたいな感じは、まあ、あるはあるんですね。もちろん、状態は、自分の状態っていうのはもちろんあれなんですけど、まあ、やっぱね、まあ、ある程度のしんどさ来たら、まあ、自分で行けないようであれば呼んだ方がいいかもしれないですね。死ぬよりはマシだなとっていうのはありますね。やっぱりなんかガスさんとかとこの前喋ったんだけど、ガスさんもなんか昔食中毒になって、俺が食当たりでガシさん食中毒で、ガシさんウイルスなんですけど、多分焼肉のなんかから当たったんだけど、その時救急車やっぱ呼ばなかったらしいね。まあガシさんは近くにまあ家族がいて、まあいろいろ見てくれるっていうのももちろんそこもあっただろうけど、でも、俺の症状よりも多分熱がプラスであったからひどかったんですよ。だからまあもちろん救急車呼んだってよかったわけですよね。まあ、何かあってからでは遅いので、まあ、なんだろうな、本当にやばいと思ったら呼ぶべきかもしれないですね、救急車。ちょっとハードルが高いみたいなのありますけど、ちょっと呼んでも本当に悪いというわけではないのかなっていうのが一つありました。お医者さんも本当に全然呼んでくれていいですって言っていましたので、いや、まさか入院することになってしまいましたが、ちょっとね、ご心配おかけしました。ツイッターでつぶやいたら、3300ぐらいのなんかね、リプライいただいて、まあ、リプライの返信は全然できてないんですけども、心配していただけて、ありがとうございます。いいねとかも7万ぐらいいってますからね。2万3000リツイートぐらい。で、その後元気でね、ミユをゲットしてる感じですけども、ちょうど、もうちょっとでミユゲットできる感じだったんで、ずっと、エクセレントスローを回せたんですけど、カーブボールでエクセレントスローまでのミッション達成するとミユゲットできるって状態だったんで、ずっとそれを、病院の近くに来る幕の下をひたすらゲットしながら、やってたんですけど、まあね、まあもう心配は、
しなくても大丈夫ですので、心配おかけしましたというお話でした。まあなんていうの、なんか無理をして、なんか動画とか全然なんかね、無理して毎日あげなくて大丈夫ですよみたいな、体大切にしてくださいとか言っていただけてるんですけど、全然無理はしてませんので、うん、無理して今回倒れたとか倒れて入院しちゃったとかじゃなくて、単純に単純に、醤油なんかね、腐ったもの食って倒れたってだけなので、まあその日の、俺がまあバカだったというか、なんていうの、ちゃんとしまったりしてなかったってだけなんで、そこら辺は、まあ動画に関しては無理はしていないので、そこら辺は、大丈夫ですということだけは、言っておきます。まあ、これからもね、毎日動画頑張って上げていこうとかなとは思ってるので、よろしくお願いします。いや、まさかね、本当に入院することになるとは思ってなかったな。いや、何があるかわかんないですね、人生。はい。ということで、今回はそのご報告と、退院しましたよっていう、お知らせでした。明日からね、また動画もちゃんと上げていこうかなと。まあ、と言っても休んではないんですけど、動画。たまたま予約投稿を入れて おいたので、なんとかなったっていう形なんですが、まあ、ご報告までに今回のラジオを撮らせていただきました。なんか、前回のラジオは花粉症、その前のラジオは、扁桃炎と、俺が病気になればラジオが上がるみたいな感じに、まあ、花粉症は病気じゃないけど、感じなんで、まあ、ラジオは上がらないことが、方がいいかもしれませんね。はい。じゃあ、今回はこれぐらいにしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。また明日からのレトルト実況をお楽しみにください。レトルトさーん。